空襲ないぞ、皆の衆。今日は、第2回トラウマ会企画イベントの結果発表だよ。スピラン、アクション、自動の3種類のコースを募集させていただき、うちの審査員たちが厳正に選ばせていただいたんだぜ。私たちがスピランの結果発表の担当をやらせていただくよ。他の実況者さんたちのページは、概要欄にリンクを貼っておくね。みんなすごいコースばかりだから、ぜひ全部見に行ってくれよな。動画の最後に、残念ながら入賞できなかった方のコースもちらっとお見せするね。よし、それじゃあ張り切ってやっていくとするか。まずは、3位から順番に発表させていただきます。難しいけど、楽しいスピランやないかーいしょ？純さんの作品です。3位入賞おめでとうございます。それじゃ、早速遊んでいくんだぜ。楽しみで仕方ないですね。ボムダッシュ、爆風の中を駆け抜けろ。さて、まずはどうすればいいんだ？突進に気をつけながら、素早くスピンジャンプで移動だね。素早くジャンプして、今のを踏んでいかないとダメみたいですね。スタートのバネは、右を押しながらダッシュしてるだけでいいみたいだぜ。素早くジャンプすれば、ゴム製を踏んで気持ちよく進んでいけるよ。その後は、バネで弾かれながら100本位だね。大ジャンプでバブルとゴムを飛び越えていくでけよ。お、ここはなんだか気持ちよさそうだな。リズムよくぴょんぴょんできて、なんだかスカッとするね。ゴム製運びできたね。掴んだまま飛び出して、タイミングよく上に投げてやるよ。スピンジャンプを駆使して、ゴム製を連続で踏んでいくよ。ほとんど勝手に進んでる感じなんだけど、上手くなったような気がして気持ちいいんだぜ。なんかすんなりきちゃってるよ。まさかの挑戦2回目でゴールでき。これは困ったよ。霊夢どうした？動画の尺が足りません。今日は特別編なんだから、そういうネタ発言はなしでいこうよ。それもそうできね。見た目より遊びやすくて、楽しいコースできたよ。かなり爽快感のあるコースだったんだぜ。改めて、入賞、おめでとうございました。さて、どんどん結果発表を進めていくよ。お次は、2位のコースの発表できね。それではどうぞ。誰でも楽しめるスピランやないかーいしょ？レイさんの作品です。優勝、おめでとうございます。みんなが楽しめるコースか。すごく楽しみなんだぜ。それじゃ、早速遊んでいくでけよ。ワールドスキンで、ザ・タイムアタック。スピランっていうと、時間制限をギリギリに設定することが多いけど、このコースは時間制限は特にないんだね。コース名にあるように、これならみんな安心して挑戦することができるよな。あとは、いかにタイムを縮められるかという自分との戦いできね。矢印もいっぱいあって、親切設計になってるよ。今のところ、特に難しそうな部分も見当たらないな。鍵扉の先はどんな風になってるできかね。横バインを連続で使って点まで登っていくよ。業務一人で点へ行ってくれ。私たちは横に進んでいくんだぜ。ピードアにお邪魔します。クリボンさんを使ってパックンを始末しながら進んでいくんだね。おっと、詰まっちゃった。まだ初見プレイだし、あまり気にせず先の様子を見てこようよ。あ、今度はトゲネットが脱げちゃった。なるほど、ここはちゃんとネットをかぶってこないと進めなくなってるんだな。クリボンさん、仲間割れの道具にさせられてどんな気持ち？ねえねえどんな気持ち？ヨウムさん、その辺で勘弁してあげるでけよ。今日は黒ヨウム状態みたいだな。さてさて、この先はさっき失敗しちゃったところだね。あ、やばい。ここでトゲネットでブロックを壊してやるのか。これでコースの内容は大体把握できたかな？あの先どれくらいあるのか、まだわからないけどね。あ、ここの隙間、はまってしまうこともあるんできね。開幕は、動いてるブロックに引っかからないように小さいジャンプで抜けていくよ。突進は、はまることは少ないから、あまり気にしなくてもいいかもしれないね。戻るときは、スピンジャンプなんだぜ。頭をぶつけて引っかかっちゃうと少しタイムロスだよ。突進の頭をスピンで抜けていくの、スピランの定番っていう感じがするよな。ここは普通のジャンプよりも、スピンの方が速いと思うよ。あ、クリボンさん、この先しばらくお世話になります。最後はハテナブロックとパウのコンボでクリボンさんぐちゃぐちゃに。良い子の皆さん、ごめんなさいでち。子じゃなくて、子、だからな。ここがこのコース最大の難関だね。トゲネットと敵の落下の仕組みとか、すごくよく考えられているよな。ここを進んだ先はまだ未体験ゾーンできね。先に見えるガリガリでマリオがぐちゃぐちゃに。あ、赤コインが揃って鍵が取れたできよ。安定のスルー。鍵扉の先に進むっていうことは、この先がゴールかな？
よし、これで企画第2位のコース、無事にゴールできたんだぜ。ハマちゃんを踏んで、ダメージを食らわないようにするところ以外は割と簡単なコースだったね。この感じなら、大勢の人が楽しく遊べそうできたね。ベストタイムにはちょっと届かなかったか。この動画を見ていただいた方、ぜひこのコースにチャレンジしてタイム更新目指してください。私たちも、後でまたチャレンジしてみようね。気楽にチャレンジできるコースは、そういう遊び方もできるからいいですよね。さて、ついにスピラン部門第1位の発表ですよ。ここまでのコースもいいコースばっかりだったけど、優勝はどんなコースなのかな？第2回、トラウマ回企画、スピラン部門優勝コースはこちら。発想がすごいスピランやないかーいしょ？ T さんの作品です。優勝、おめでとうございます。すごいコースを遊ばせていただけて光栄です。さて、優勝コース、私たちも気合い入れてプレイしていかないとな。よし、みんなで頑張ろうね。ウィズ、スピニーミッション、ビーインビンシブル。よし、気合い入れて挑戦しようぜ。隅々まで遊び尽くしてやろうね。最高の実況で盛り上げていくですよ。まずは音符を蹴ってスタートするよ。素早くネットをぶつけて、隙間を抜けていく感じのスタートだね。うぷよし、意外とこれは得意なんだよな。さすがに今は戸惑ってるけど、この後ここではノーミスしなかったですもんね。素早く走り抜けていくとそこには、トゲをスピンで踏んで進んでいくみたいですよ。ふむふむ。よし、今度はタイミングぴったりなんだぜ。あ、なんか降ってきたよ。ガリガリのとこに投げ入れてやればいいのか。ここまででも、かなりスピード感が感じられるですね。やっぱりスピランは爽快感が大切だよね。今度はうまくキャッチして投げてやるんだぜ。危な、結構ギリギリだったよ。お次はゴム製の乗り継ぎですか。うぷよし、これは下手スピなんだよな。でも、ここまで少しずつでも前進はできてるね。難しいスピランは、基本的には覚えゲーに近いものがあるよな。そして苦手なゴム製運び。やっぱりこれ苦手だな。このスタート、今更だけど他のスピランでは見たことないよね。そういえば、私たちが今までにやったことのあるスピランでは、なかったような気がするんだぜ。ああ、オリジナリティを感じられるポイントがあると、そのコースを遊べてよかったなって強く感じるですよ。そしてそして、この先はマントマリオで進んでいくみたいだよ。でも、すぐダメージ食らっちゃったよ。多分、飛び上がるときスピンでジャンプすればいいんだぜ。あ、そういえば壁に何か書いてあったね。ゴールもちらっとですけど、見えたですよ。ただ、スピンで飛び上がったとしても、その先はあのままじゃ進めなそうじゃなかったか？ちょっと気になったことがあるんだけど、下のトゲトゲがついてきてなかったんだよね。下段に見えてるブラックパックンのところで跳ね返っちゃってたみたいだよ。どうやら、ノコノコをもっと早くぶつけないと進めないみたいですね。ということは、持つんじゃなくて弾いてみる感じでやってみるといいかもしれないな。よし、ここだ。うまくいったかな？うまくトゲトゲが増えてきてくれてるですよ。成功するとバブルも飛び出してきて、画面の中が一気に賑やかになったな。お次は確かスピンジャンプで飛ぶんだよね。なるほど、うまく飛べればここでトゲを踏んで越えていける作りになってるんだね。マントをくるくるくるっとして、トゲを素早くかぶるですよ。ここはどうすればいいの？霊夢、もう時間がやばいんだぜ。そんなこと言われても。で、もうタイムアップか。とりあえず、紙扉に入る必要はなさそうですね。最後、ブロックをできるだけ素早く抜けないと、その先でブラックパックンを倒す時間がなくなっちゃうよ。でも、あれはどうやって素早く抜けることができるの？下のブロックだけマントでぐるっとして、上のやつはトゲネットで壊すとかどうだ？走るスペースが全然ないから、しゃがんで下に潜り込むのがそもそもできそうにないよ。それじゃあ、スライディング作戦はできないか。作戦がまとまらないまま、戻ってきちゃったですよ。こうなったら勢いでなんとかするしかない。あ、もしかしてしゃがみながらやれば上のブロックを処理できてるんじゃない？ほんとだ。あーでも気づくのがちょっと遅かった。でもこれで突破口が見つかったんだぜ。もう一回さっきのところまで行ければなんとかなる気がしてきたよ。途中をおろそかにするんじゃないぞ。あ、甲羅を掴んじゃったね。Y ボタンは押しっぱなしにするってがついちゃってるんだよね。ネットを投げるのは、少し早めに投げるのがコツだよ。次の甲羅は、ぶつかって弾き飛ばすくらいの感覚でやるのがいいですね。ゴム製、一回だけ高めにジャンプするとその後がスムーズに進めたんだぜ。スピンで飛び上がったら、トゲとタイミング合うように微調整して進んでいってね。その後はマントくるくるしながら進んでれば、勝手にトゲネットをかぶれちゃうよ。そして最後の難関ブロック崩し、少しもたついちゃったんだが、しゃがみながらクルリンすればいけるみたいだったんだぜ。ブラファは、最小限の飛び上がりで倒していくべき。よしよし、なんとかゴールできたよ。
残り時間本当にあとちょっとしかなかったね。ブロック崩しをいかに短縮できるかが、タイムを狙う時のポイントになってくるのかな。このコース、難易度的にも簡単すぎず難しすぎず、まさに今回の企画のテーマにぴったりっていう感じだったんだぜ。ほとんどは基本的な動きの組み合わせだから、スピラン苦手な人でも何回か挑戦すればいけそうですね。それじゃあ、改めて第2回トラウマ界企画大会優勝、本当の本当に、おめでとうございます。これで、第2回トラウマ会企画、入賞コースの発表は終わりです。多数のご応募、本当にありがとうございました。またこのような機会があったら、ぜひまた振るってご応募くださいね。そして、企画運営をしていただいた企画チームの皆さん、本当にお疲れ様でした。最後に、送っていただいた方のコースをダイジェストでお見せしながらお別れにしたいと思います。この後は、他の実況者さんの動画もぜひ見に行ってみてくださいね。あ、勝手に葵さん連れてきちゃったの？知らない？ご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。